JPBA ウィメンズオールスターゲーム2020テレビレーンには指定対決、時本光子プロと国防ミキピロの2人の対戦になります。その弟子の方、国防ミキプロからスタートです。7年目、いきなりおっしゃですね。そうですね、はい、そしてこちらは7期生、1975年プロ入りです。時本光子プロ、9本カウントです。杉本さん、この国母なんですが、はい、昨シーズンは、うん、例えば宮崎のプロアマオープンが3位だったり、東海オープンが2位であったり、頑張りましたよね、はい、昨年、今年いい年になるんじゃないですかね、去年からずっとね、順調にランキングを上げてきている選手ですね、はい、こちらはスペア、久保は7年目のシーズンです。2014年プロ入り47期生、7年目でちょうどこれからっていい時でしょうね、はあ、はい、優勝できるような、今状況になってますもんね、内容もね、はい、はい、まあ、杉本さんは時本さんとも付き合いが長いんじゃないですか、長いですよ ね頑張ってますけどね、ここのとこなんかちょっと元気がないですよね最近ね、ずいぶんその見ていると、手前の方から投げてきますね、あんまりこうレーンの放らない、前に放らないっていう、タイプ、アプローチが短めで、非常にねアプローチを気にするタイプで、はい、ちょっとでも引っかかると、怖がっちゃって腰が引けちゃうタイプなんですよ、なんか昨日かなんかちょっと引っかかっちゃったらしくて、はいはい、そういうシーンがあったようですね、ありました、見てました、はいはいはい、そういうのがあるとね、こう思い切っていけなくなっちゃうタイプなんで、怖がりなんでしょうね、ある意味慎重にボーリングを進めている、そうですね、はい、ストライクの後です、国防、はい、これも来ました、ダブル、はい、ちゃんと合わせてきましたよ、はい、これ、好調ですよね、そうですね、この辺りがやっぱりそうなんですよ、昨シーズン、いいシーズンで終えることができた、やっぱり時本さんはちょっと国場さんよりスピードがないので中目から行きますよね、はい、そうするとその天秤が残ったり、今みたいにちょっと嫉妬するとブルクリ行っちゃったりね、はい、しますよね、結果はストライクでしたが、でももうちょい右に向けないとダメなんですよ、あそこだと、はい、で右に向けて戻すと天秤が残っちゃうんですよね、ボールの入る角度、その時の回転、複合的に生まれるのがストライクですからね、国防さんの中とっても小気味いいですよね、そうですか、こうやってスッスッといってブンと投げてね、
とってもいいですよね。はい、はい、ターキーです。天品の倒れ方が素晴らしいですもんね。師匠の前でいいボーリングを見せている国王。まああれでしょうね、嬉しい反面ね、自分はまだまだ勝ってあげたいでしょうけどね、あ師匠の方は、はい、でもまあ嬉しいでしょうね、頑張ってる姿見るとね。プロがプロ入りした時のその沖縄から来られてきたっていう、いろいろな思いがあったでしょうね。時元さんがプロになった時は、はい、1975年もう、もちろん復帰はしてますけどね、返還はされてますよね。そうですね、出しすぎると、はい、あのノーヘッドしちゃうので気をつけないとダメですよね。しっかりまっすぐ、あ、投げましたね。はい、いい感じですね。ストライクを続けています、はいはい、堀江さん、はい、はい、ですね、先ほど坂本佳也プロが初めて敗れたんですよ、はい、そのようですね、はい、そうなんです。その対戦相手が板倉プロだったんですけれども、はい、板倉プロもですねここまで4勝1敗と悪くないんですが、うん、順位の方は8位、9位といったそのあたりのまだこうちょっとこう変わらずにいるような状況なんですね、はい、で現在は松尾プロと対戦していまして、まあ、あのワンマークリードはされているんですけれども、調子はそんなこう悪くないなという感じがしますので、ここからの上昇というのも楽しみです。はい、中間で香織さんでした。笑顔がこぼれました。国母この後第6フレームですが5連続を狙います、はい、まあ、最初オープンだったんですがそこからはストライクをずっと続けています。国母は現在11位。と同じような残り方になっていますが、うんうん、そうですね、ボールが狙ったよりも右に出ちゃったんでしょうね、うん、時々こういうことがあるんでしょうか、はい、もうストライク、これは取りたいですね。そうですね、4つ来てもね2つオープンすると本当に点数伸びませんからね、はい、どうだ、9本カウントでした。またオープンにしました。時元プロはダブルを狙います。これダブル来るともう逆転ですからね。どうでしょう。天品ですね。それでもこれでももうピン差になりましたからね、はい、大きく開いてるようでいて、うん、そんなことないんですね。そうなんです。そうなんですよ、フォースなんですけどね。フォースなんですけど6本カウントも悪いし、はい、ツーミスしてるっていうことでね。堀江さん、はい、はい、星野です。星野さん、はい、
はい、現在3番4番レーンで松永プロと対戦している渡辺圭明プロ、はい、先ほども257と打ち上げたんですけれども、現在も270ペースということで、1つのスペアで他ストライクということで、今ビッグゲームの方が続いています。12位にいますけれどもね。そうですね、なんですけれどももちろん勝ちポイントも入ってきますので、一気に100ポイントぐらい上がったら上位の方どんどん目指していけれるんじゃないでしょうか。なるほど、星野エリプロのリポートでした。松永プロは現在6位を走っています。スペアを取ってきました国防、まあ、5本差ですもんね、これね。そうなんですよね、だからまだ勝負は分かりませんよね。勝負は分かりません。はいはいはい、はい、指定対決。お、来ましたよ。来ました。はい、師匠の意地、意地ですね。はい、弟子としては意地を見せてくれるのもまた嬉しいところかもしれませんね、うん、はい、うわあ、カウントダウン6本、もうこれ本当に現在1本差になっちゃいましたよね。なってしまいましたし、第8フレームが時元プロはストライクなので、うん、これはひっくり返る可能性がありますね。それとこのスペアがほら難しいですからね。あ、そうですね、はい、曲がるボールですかね。あ、1投目のボールですね、はい、曲げて9番ピンも当てないと、ボールで取らないとダメなんでね。勝負にいった国語、あ、取れました。はい、取りました、はい、1ピン差です。さあ、こちらがね、天秤がずっと残ってるんですよ、とつもつさんね、はい、はい、倒れるかどうか。25番レーン、うん、第9フレーム、時元プロです。思い切って投げました、天秤。やはり天秤、久保美希はここは引き離すチャンスです。投げてきました、ストライク。来ましたね、これでまだ1ピンリードですね。そうですね、はい、ストライクが出たことは、うん、大きなプレッシャーになっているでしょう。指定対決は10フレ勝負になりました、はい、お互いに、はい、あのストライクが出やすい方ですね。なるほど、うん、あ、国防さんはまだダメですね、こちらね、あのちゃんといい感じではないですもんね、左のレーンもね。時元さんの方が10フレームのレーンは掴んでますからね、はい、から長いボウリング人生進めていく弟子の奥保美希。さあどうでしょう、あ、カウントが8本、それでも8本は倒れましたね。でもあのストライクの後なんでね、はい、時
本さんはスペアの後なんでストライク欲しいですよね。はい、欲しいですね。一品負けてますからね。さらに3つ投げられますからね、ストライク欲しいですね。はい、天秤倒れるかな。あ、やはり今のリリースだと天秤がちょっと問わないなって感じでした ね、 うん、はい、うん、まずでもこれスペア取らないとダメですからね、国保さんね。そうですね、あ、はい、国保ですね、はいはいはい、もちろんですね、はい、奥に1本立っています、ありますからね。はい、取りました。これは9本でしたので時元プロもこれは200をアップはしません。そうですね、はい、まずこれあのスペア取って最後の投球で勝負が決まります。そういうことですね、はい、はい、現在2本差、うん、8本だとあのストライク時元さん出すとドーピンになるんで9本以上、はい、はい、国保美希、最後の投球、あ、大丈夫ですね、はい、はい、ストライク。このゲームは、うん、弟子の国保美希が取りました、はい、199です。一方時元プロは197まで伸ばすことができますが、はい、195、はい、予選ラウンドロビンの18ゲーム目が終わったところです。時元プロと国保美希プロ、うん、この2人の指定対決だったんですが、うんうんうん、国保美希プロが取りました。